お疲れ様でございましたえー、ちょっともう寝る前なのでねこんな感じなんですけれどもえー、今日も皆さんからのたくさんの嬉しいコメントにえー、元気が出ましたどうもありがとうえー、ちょっと一部返信がえー、できないあのエラーになっちゃう方がいてえー、その方のあの返信はねあのー ちゃんと固定にしてあのコメントの一番上にあの出るようにしているのでちょっとそちらの方をチェックしてみてください、えー、それでは今日の美食所ご飯参りましょう、えー、今日の美食所ご飯朝ごはんなんですけれども、えー、こちらはドクダクさんのお味噌汁中漬け、えー、大地のしそ漬け梅干し、えー、そして、えー、こちらは え左下が両面の両面焼き目玉焼きのせご飯、えー、外はパリ中はろっとろ、ロ、えー、黄身はとろっとろでこれにちょっとハマっちゃっててとっても美味しいですでそして納豆は第一宅配の納豆ひきわり納豆ですこちらにごまと えっと、万能つゆかなんでか、麺つゆかなを入れました。えー、そして、えっ、ー、と、ズッキーニですね。ズッキーニ、あのー、そう、肉三昧の、えっ、ー、と、焼肉セットの時に使った、えー、有機ズッキーニと有機パプリカが余ってたので、これをね、もうフライパンで焼いちゃいました。 あの、本当はヘルシオで焼きたかったんですけども、昨日のね、お魚を焼いた網がもうそのままになっちゃって、もうそれを見た途端やる気がなくなったので <laughs>、あのもう網を今からもう洗ってっていうのがすごいあのしんどくって、もうフライパンであの、焼いちゃいました。ほとんどもう、これノンオイルで焼いたんじゃないかなと思うんですけども、 えー、こんな感じで焼き野菜にしてみました。でそして左上が、えっ、ー、と、今日の、今日の石畳っていうミニミニ絹豆腐冷ややっこです。こんな感じの今日は朝ごはんにしてみました。この両面焼きの目玉焼きのせご飯こちらにお醤油を垂らして、えっ、ー、とー、 なんか、生卵じゃない卵かけご飯みたいな。でもね、黄身がとろっとろだからね、卵かけご飯みたいになって美味しいんですね。これすごい好きになっちゃった。<laughs> で、これが、えっと、ぬか漬け。ぬか漬け、私が漬けたぬか漬けと梅干しと、あとこちらが具だくさんの味噌汁と糸コン入ってます。 これ焼いた。なんかちょっと焦げちゃって、あー、透過しちゃう、透過しちゃうって思いながら。<laughs> この焦げが週末糖化産物だ、AGE だとか思いながら <laughs>、焦げをなるべく取って食べました。で、これが、えっと、冷ややっこ、ミニミニ冷ややっこ。で、ごま入りの納豆。あ、刻みネギ余ったのも入れました。あ、ごめんなさい。そのショート動画の、開けたのですね。 ショート動画のあげたのでこれ私 <laughs> これをちょっとなんかこんな風になんか回転させられたので自動でなんかこんな風にできたのであのちょっとかっこいいかなと思って載せてみたんですけれどもいかがでしょうかちょっと無音だとね不思議な感じなんですけれども はい。で、これがね、えっと、風立ちぬを今日歌おうかなと思ったけど、やっぱり、えー、ミルキースマイル、風は秋色にしました。でもこれがね、あの、好評で嬉しかったです。こっちの方が、あの、私に合ってるというかね、歌いやすいかなというのもあって、こちらをまずは歌ったけど、また風立ちぬもね、歌いますね。はい。 えーっとね、それでね、あ、これがね、お夕食なんですけども、えー、続きます。